今、原子力発電所は観光地若狭湾国定公園の新しい名物の一つとしても広く知られるようになりました。発電所では次々に訪れる見学者のために PR 館を作り、原子力発電の仕組みなどを展示し、特に原子力発電の安全性の PR に強く力を入れています。今まで言う聞いとったことから思えば安全性があるように思えるな。今までもっと危険に思っとったの。我々百姓では今分かったような分かったようなもんで原子力は大変な威力はあるもんとは思っておるけども、どういうふうなもんっていうことはあることにもないと思いますよ。武器だって、だなと最初はあの鉱山のね、開発に使ったのただ間違って先生使われただけで、なんだってそうでしょ、あんな作った人が発狂したっていうけど、なんとみんなあの悪用すりゃね、使うの、あの人間の心じゃないかな、こ人間の心さえきちんとしてれば、なんだって武器にもなるし、何でも使うんじゃないかな。まだなんか全然そんな興味がなかったし、考えたこともそんなになかったんだけど。敦賀発電所は昭和41年着工以来4年がかりで完成。その工費357億。現在発電用の原子炉としていくつかの種類がありますが、敦賀発電所の原子炉を例に原子力発電の仕組みを見てみましょう。これは原子炉の中にある燃料棒です。細い円筒形の棒の中に同位元素ウラン235が濃縮された固形物となって詰め込まれ、上下の端を完全に密封しています。長さ約4メートル直径15ミリの燃料棒を縦横7列49本の正方形に並べ、この正方形4つを組として炉心部に円柱状となるように配列します。これを燃料集合体といいます。